こんにちは、コタンクロカムイのクロです。このチャンネルはカムイに模した動物のキャラクターたちが北海道に関することについて解説します。よう、コロ。あら、ムーン、どこかにお出かけかしら。あ、今からコンビニに行って昼飯を買ってこようかなって思ってたんだよ。ついでにコロの分も買ってこようか。それじゃ何か買ってきてもらおうかしら。ところでどこのコンビニに行くの？ここから近いのはローソン、セブンイレブン、ファミリーマート、あとはセイコーマートかな。大手のコンビニが選び放題ね。私はセイコーマートのホットシェフの弁当が良いわ。俺はホットシェフならカツ丼だな。量も多いし美味しいんだよ。あとはフライドチキンも最高なんだよ。いつも3個くらい買っちゃう。100円パスタシリーズも忘れちゃいけないぜ。やっぱりムーンは食いしん坊さんね。ということで今回は北海道を代表するコンビニセイコーマートについて解説するわね。よろしく。1971年札幌市の北区にセイコーマートの前身であるコンビニエンスストア萩中が開店したの。そんな昔からあったんだな。現在ではセイコーマートは萩中店に名前が変わって今でも営業しているわ。そしてこのお店が日本国内で一番初めに開店したコンビニエンスストアなのよ。日本最古のコンビニってことか。日本最古って言われると何階席みたいな感じね。ちなみにセブンイレブンは1974年、ローソンは1975年で、セイコーマートがそれよりも早くオープンしているわね。でも、セブンイレブンもローソンもそれ以前から、アメリカで展開していたのであくまで日本国内の話でね。前回の動画は国内最速の哺乳類エゾユキウサギだったけど、今回は国内最速のコンビニって感じだな。ふふふ、そうね。昔、北海道に北の誉れという日本酒メーカーがあったの。北の誉れってなんか聞いたことがあるな。その北の誉れに後にセコマ代表取締役会長にまでなった赤脇彦さんが入社。その後マローニ塩商店現セイコーマートのグループ企業セイコーフレッシュフーズに移籍して営業マンをやりつつ商店などに酒や食料品を卸す御用聞きもやっていたのよ。サザエさんに出てくる三河屋さんのサブちゃんみたいなもんか。まあそんな感じね。そして赤尾さんは取引のあった食料品店にお酒やタバコの販売免許を取らせて、そこがセイコーマート1号店になったのよ。店舗数が14店舗になった時に社名をセイコーマートに変更して丸米塩の西尾長光社長を代表取締役に据えたの。この時の赤尾さんは取締役本部長になっているわね。赤尾さんが最初の社長ではなかったんだな。でも丸米塩ってちびまる子ちゃんに、はい、そうな名前。そこまで。1号店は赤尾さんが丸米塩から受け取った退職金を開店資金に使っているから事実上の創業者になるわね。セイコーマートの店名の由来は西尾長光社長の名前の文字を取って西、セイ、光、コーになったみたい。あとは成功という意味も含まれているらしいわね。セイコーマートにそんな由来があったのか。セイコーマートは5年連続でコンビニでのお客満足度ナンバーワンになったことがあるの。5年連続ってすごいな。これはただ単に店舗数が多いからだけじゃなくて、創業者の赤尾さんの地域に寄り添うという考えが実を結んだことなの。なんか優しくてかっこいい。大手なら出店しないような限界集落のようなエリアに普通に店舗があるわ。そうそう、ちょっと言い方は悪いけど、とんでもないど田舎にもセイコーマートはあるんだよな。北海道内の人口カバー率が 99% と言われているからすごいコンビニよね。道内179市町村のうち173市町村に店舗があるんだから。北尻島、利尻島、礼文島などの離島にも店舗があるし、ほぼカバーしてるってことか。社長が変わっても2014年に人口が約1100人ほどしかいない初山別村への出店もするなどして、赤尾さんの意思は確実に受け継がれているということね。初山別村にも店舗があるのか。初山別村の村長が何度もセイコーマートの本社に足を運んでお願いしていたようね。村長自らお願いしに行ったわけか。村にあった唯一の商店が閉店してしまって買い物をするのに村から 20km 以上離れた場所に買い物に行かなきゃいけないし、
村にはお年寄りが多いから大変だって。こういう時は北海道の広さがだになっちゃうし、どこの田舎も住民の高齢化が問題なんだよな。初産別村への出店はセイコーマートの採算が取れるという確信と、狭小証券に対応した食のインフラ機能を構築するモデルケースになってもらうためよ。狭小証券インフラ、これは簡単に言うと、限界集落に対してコンビニがどれだけそのエリアの人たちの食の支えになれるのかを知るためってことね。なるほど、出店の理由の一つにモデルケースとしてというのもあったんだな。そうね、でも基本的にはさっきも言ったけど、赤尾さんの地域に寄り添うという考えが大きかったと思うわ。顧客満足度ナンバーワンになったのが納得できるな。顧客満足度ナンバーワンになった理由は他にもあるのよ。他にもあるのか。それはセイコーマートが店舗によってはミニスーパーとして機能していることなの。ミニスーパーってもうコンビニエンスストアじゃなくなってる気がするな。地方に行けば買い物をしようにも近くにお店がないってことがよくあるから、セイコーマートがそれを補っているということになるの。例えば精肉や生魚などの生鮮食品を取り扱っている店舗があったりするわね。そう言われるとコンビニで生鮮食品ってあまり見かけないもんな。商品によっては地元食材を率先して使用していたり。あ、これ俺の昼飯の画像じゃないか。店舗ごとで地元住民の商品要望にできるだけ応えたり、これも店舗ごとだけど賞味期限が近い食品の値下げ販売をしているわ。賞味期限切れが近い食品の販売はいいな。フードロスを減らすこともできるし。飲み物、特にお酒はいろんな種類を販売しているのよ。創業当初から市販店からの転業を扱うことが多く、それらの酒類販売業免許を転用することによってほぼ全店で酒類を扱えたので、他のコンビニに比べて取り扱っているお酒の種類はかなり多いのよ。もともとお酒の販売から始まっているようなもんだからな。それにしても酒飲みにはたまらないコンビニだよ。100円台で買えるお惣菜もいっぱい販売しているから天国かも。ホットシェフといって店舗内で調理して販売しているおにぎりやお弁当も美味しいわよね。出来たての弁当が食べれるやつ、何度も言うが俺はカツ丼が好き。今では店内調理なんて他のコンビニでも見られるようになったけど、先駆けはセイコーマートのホットシェフなのよ。う、腹が減ってホットシェフコーナーにある弁当を全部食べたくなってきた。どれだけ食べるつもりなのよ。そしてセイコーマートの名が全国的に知れ渡るきっかけになったのが2018年に起こった北海道胆振東部地震で、北海道の離島を除くほぼ全域が停電するという大規模停電が発生したのよ。あの時は本当大変だったよな。全てのお店が停電のせいで営業できない中で、セイコーマートだけは普通に営業していたのよね。店内の明かりは消えていたけど、レジにお客さんが並んでいたのを見た時は本当にびっくりしたぜ。店舗によっては電気自動車を使って電源を確保したりしてたみたいだけど、セイコーマートの全店舗に震災などでそうなった時のために緊急用のレジ端末などがあって、それで対応していたみたいね。あの大停電に対応していたんだから驚きだったよ。備えあれば憂いなしって本当だな。営業時間も他のコンビニみたいに24時間営業しているわけじゃないの。今はコンビニっていうと24時間営業が当たり前みたいな感じだもんな。基本は朝7時から夜11時までで、店舗によって営業時間は違うみたいね。都会だと深夜に買い物に行くお客さんはいると思うけど、田舎じゃ夜には誰も道を歩いていないからな。函館のローカルコンビニ長谷川ストアや、その長谷川ストアからのれん分けされて根室市内で営業している大変をセイコーマートと業務提携しているのよ。長谷川ストアって函館にある焼き鳥弁当の？そうなの。長谷川ストアは知ってるけど大栄って知らなかったな。店舗も扱っている商品もほぼ長谷川ストアと同じなのよ。今度根室に行ったら寄ってみるぜ。創業者である赤尾さんが日本でスーパーマーケットチェーンが急成長していた頃に、将来的には個人商店が減少していくだろうと予想し、個人商店のその後の存続を考えた末に見つけたコンビニ事業。今では北海道以外に埼玉や茨城にも店舗があり、過疎地への出店や震災時に大活躍し、地域に寄り添うという考えで営業をしている北海道民に愛され続けるコンビニ。もし本州の方が北海道に来た際は、ぜひセイコーマートに寄ってみてくださいね。お店の中でいろんな北海道を感じることができますよ。あ、
そういえば昔、カムイ仲間とセイコーマートの呼び名をセコマかセイコマなのかで話をしたことがあるわ。あ、俺もあるある。今は本家がセコマという会社名なのでセコマで統一された感じだけどね。セコマが正式名称だもんな。こんにちは、もぐもぐ。あら、ゆく、何を食べてるの？さっきそこのセイコマのホットシェフでチキンから揚げを買って食べてました。セイコマなのね。あれ、お二人ともどうしたんですか？もぐもぐ。いや、なんでもない、なんでもない。ということで、今回の動画はいかがでしたか？最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かったらぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画まで。したっけね。